こんにちは。ノンフィクションライターの田崎健太です。今日のリーチャンネルは、チャンピオンズリーグ準決勝の第2レグ、マンチェスターシティ対レアルマドリードの試合をリー国秀さんと一緒に振り返っていきます。リーさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。事実上の決勝戦の試合でしたけど、試合前、リーさんはレアルが、勝つんじゃないかって予想してましたけど、リーさんどんな風にこの試合見ましたか？レアルが勝つなら、僕は先取点だと思ってたんだけど、先取点取られて、2点目取られて、しかし試合の緊張感はまだあったんだけども、3点目、もしくは、レアルが1点取る。そんな展開になったらもっと面白かったかなとは思うんだけど、なかなかストーリー通りにいかないのがサッカーという競技だったなって感じでしょうね。前半にもうシティが相当攻め込みましたよね。ポゼッションも7割超えて。あれっていうのはもうペップの作戦ですかね。リさんもやっぱああいう具合にやりますか？ホームだし、やっぱりやりますかね。やれるように、シーズン前から、もしくはこう数年をかけて準備をしてたっていうことだろうからね。一気に一日でそんなことは手品師でももなちいし、ろマジシャンでもないからできないんだけども、ん。やはり、いろんな準備がよくできて、すごいなと。さて、じゃあ何がすごいのかっていうと、一人一人の選手のボールの持ち方がまずいいということね。それとグループで機能するから、個人としてこう対応できなくなっちゃうっていう感じで。だから言葉に変えるとしたら、やはり、個で戦うレアル対グループで戦った、シティって、そんな感じのゲームだったろうと思うのね。だから僕は、もうこれでレアルは、もう当分チャンピオンズリーグは勝てないだろうと思うんだけども、今年しかチャンスはなかったろうと思うんだけど、とにかくベンゼマも含めて、やっぱり高齢になってきたんで、これで新陳代謝をこれから図る、レアルの、どういう編成をしてくるのかなっていうのがすごく楽しみになったし、チャンピオンズリーグそのものはもうこれで、インテルとやるわけだけども、これもどうなるかなと思うけどもね、勝負事だから。力差はありそうですけどね、結構いね。や、もちろん、ちょっと格が違うといえば格が違うんだろうけど、ミランとインテルのゲームを見たけど、やっぱりインテルの運動量、中盤の選手の運動量と、そうだな、これなんとも言えない、こう見逃せないゲーム、こうサッカーの質の違いっていうか、文化の違いが、この決勝戦の面白さになるんじゃないかなと思うんだけど、あれ、こ、あの、ちょっと、アンチェロッティの気持ちを、まず、リーさんに想像してほしいんですけども、前半も結構攻め込まれましたよね。あれっていうのは、アンチェロッティにとってはもう想定内だったんですか？想定内だったでしょうね。相手にボールをキープされながら、やはりレアルの凄さっていうのは、やっぱり、そのパスカットからのカウンターだと思ってるんだけどですも、よね。それをさせなかったこのグループでの、ゲーム運び。全員が立ち止まってないっていうかね。ボール持ってる人が2つ出せるところに、必ず人がいて、2つ出すとこがあるってことはドリブルがあるから3つ機能するんですよね。ドリブルもできるし、右にも左にもっていう関係が、シティの真骨頂だと思うんだけども。だからアンチェロッティは我慢強く選手に冷静にパスインターセプトっていうことでゲームプランは立ててたと思うんだけども。なんつったって、シューバーの2得点なんつうのは、ちょっと想像できなかったと思うけどね。1対0で終われたらよかったなと思うんだけども。2点はちょっと重かったような気がするね。でもクルトワもよく守りましたよね。ハーランドに関してはね、よく止めましたよね、あれね。やっぱすごいいいキーパーです。世界の最高峰の選手たちが、もう目三角にして戦ってるわけだから、誰が悪かったとか良かったとかってよりも、本当に見応えのあるゲーム。じゃあそこに何が見応えがあるのかっていうと、僕はもうやっぱりシティの選手たちのボールの持ち方がとてもいいと思うんで、それから膝から下の振りが速いから、パスが読みづらいんだよね。だから、レアルも、惜しいなっていうボールコントロールだったり、ちょっとした20センチぐらいのパスの精度のズレで、
うまくいかなかったようなとこもあるんだけども、ん。うん、まあ、こんなに、うん、4対0なんていうゲームになっちゃうとは誰も予想しなかっただろうまあ、しね。なかったですよね。うん。まあ、そのボールの持ち方って話、イーさんよくしますけども、うん。まあ、シティなんかは、まあ、本当にいろんな国から集まってるじゃないですか。まあ、ポルトガルだったりとか、ね、まあ、ベルギーだったりとか、イングランドとかね。で、ただ、持ち方っていうのは、これは教え、この、まあ、教えてなるもんか、もうすでにやっぱり当然ですけど、シティに来る前の段階で持ち方がいい選手を選んでるっていう感じです。両方あると思うんだけど、まあ一つはここまで来る選手たちっていうのは、みんな目がいいよね。うん。なぜならば、真似る力のある選手たち。だから耳もいいだろうし。だからサッカーで上手になりたいとか、世界的な選手になりたいというなら、これはもう世界中の子供たち、若者たちがそう思ってるんだけど、成功する選手たち共通して言うのは、やっぱり目がいいですよね。つまり真似る力のあること。それから耳が良くて、うん。そのコーチたちの言うことをよく聞くこと。この2点はあると思うのね。だから、そのいい選手の評価っていうのが、これだけのチーム、数十億、もしくは100億近い移籍金を払って取る、この眼力というかね。誰を、僕はよく映画に例えたら分かりやすいだろうと思うんだけど、主役脇役どうすんのと。うん。だから、主役っていうのは実はボール持ってる人はみんな主役なんだけども、いろんなとこから攻めてこられちゃう。なんか、どっからでも攻めていけるっていうシティ。そういうことを目指してたグラディオラっていう感じはするけどね。アンチェロッティの場合は時間がないから、時間がない中でここまでチームをまとめてるから、ちょっとタイプが違うと思うけども。特にちょっと、まあ、シティで言うと、ベルナード・シルバー、まあ、2得点上げたこともあるんですけども、まあ、今、サイドアタッカー、まあ、このグリーリッシュもそうですけど、この2人のサイドアタッカーってすごいじゃないですか。これっていうのは、例えば体格的にはそんな日本人と変わらなかったりしますよね、ベルナード・シルバーなんかはね。やっぱりこういう選手が出てきても、出てくる可能性、日本からも出てくる可能性があると考えますよね。もちろん、もちろん。ただ、日本の場合は、15歳から20歳までの間の、この5年間を、きちっと世界基準で指導できないっていうのが、日本の弱点なんだけども、多分みんな分かってんだけど、じゃあ、どうやったらそれが解決できるんだろうっていうことが、議論にまず乗らないよね。だから、まず、その、大人っていうか、まあ、監督っていう人たちの、こう、選手に対するイメージ、それがね、こういうサッカーを指すと、うん、これが成功に近づくぞっていう、こう、ある面持つんだけども、それが、その、やっぱり日本だとなかなか、うん、出てこない感じがするんだけど、っていうのは、日本だとほら、勝つためにどうしようかっていうことで逃げちゃうじゃない。うん。まあ、勝てばいいっていうね。勝てばいいというかね。うん。だけど、彼らは成功するためにサッカーやるわけで、だからそこの問題点っていうか、最初の視点。例えば日本だと県代表になろうとか、なんとか大会で優勝するぞとか、小学校、中学校、高校生。そうじゃなくて、まあブラジルなんかもそうだけど、まあヨーロッパなんかもそうだけど、やっぱ成功するにはサッカーしかないみたいな、まず最初のスタートラインの気持ちがまずあって、成功するには成功した人の話を聞くぞっていう、まあそういう意味での耳があるし、で、成功した選手たちを、こう、真似る目があるっていうことが僕はものすごい重要だと思うんだけども。うん、だまあから、でも、久保君。とはいえ、でも、ね、例えば三笘君なんか、三笘選手なんていうのは、まあサイドで、まあかなりいいとこまで近づいてるんですか、このレベルまで、やっぱりね。まあ、三笘君もボールタッチがまずいいでしょ。で、二つやれることがあるっていうことで、いい選手が共通して言えることだと思うんだけども。まあ、僕はその、シティの両ワイドプレイヤーたちは、その、ボールがきちっと落ち着くんで、こう時間を作れる選手。だから時間を作れるから、そのサポートしに行く選手たちも余裕があるっていうかね。だから、もう一度戻すと、サッカーっていう競技は、ボールを動かしながら、どこでスピードを上げようかという競技を、うん、僕はサッカーだと思ってるんだけど、それをまさに見せてくれたのがシティだったなと。うん、だから、一つのボールでまるでお話をしてるようだったでしょ？なんか手でやってるような感じじゃないですか。もうこういうことがやはり、まあ、グラディオラが目指すところだったんでしょう。だからその完成度が本当に高まってきた。
本当にグラディオラ自身が、そのチャンピオンシップ、カップを取るんでしょうね、今回は。まあでもね、これやっでとだよね、やっと。交代がマフレーズであったりとか、フォーデンがね、まだ交代選手っていうのはちょっと怖いですよね、これすごいことだよね、すごいこと。うん。ね。うん。そう言ったって、レアルだって、交代する選手たちの給料は高いわけだから。もちろんね。うん。だから、アンチェロッティっていう人は、短い時間でチームを仕上げるのが上手い人。グラディオラは長年かけて自分の理想的なチームを作ってきた。それが今日見事に花開いたと。まあ、この今年のチャンピオンズリーグは、うん、そういうことで幕が閉じるのかな。まだ持ちありますけど、一応。いや、だからどうまあまあ。なっちゃうのかなと思うけどね。あと、まあ、リーさん聞いてるのは、ハーランドを見ましたか？まあ、今度活躍できなかったですけど。気合も入ってたし、うん、まあちょっとした差だからね。点取れなきゃボロカスに言われちゃうし、まあね。ベンゼマだってなんかボロクス言われちゃうかもしれないけど、やっぱりフォワードっぽいよね。まず、野心家だし、うん、エゴイストだし、うん、もう一瞬の隙も見逃さないぞっていう意味ではね、ストライカーという人たちが共通して持つところだよね。だから、シティがアルペレスって言ったか？アルゼンチンの選手、最後4点目決めた。うん。彼なんかだって、やっぱりフォワードっぽいよね。こう目がギラギラしてて、ちょっとした、その動きでね。だから、ハーランドっていうのは、直線でも動けるし、放物線でも動けるし、サッカーっていうのは、こう、まっすぐ動く、走ってるわけじゃないから、こう、放物線で走ったり、放物線で走って直線で走ったりっていう、うん、ことがとても重要視するところだと僕は思ってるんだけども、うん、ハーランドもベンゼマもみんなそういうふうに放物線で動いたり直線で動いたり、つまりゆっくりからためを作ってこう馬力をつけていくっていうね、加速力というかね、そういうのはやっぱり素晴らしいものがあるなと思うんだよ。まあ、だから次僕らが望むのは、このレベルの、まあ、チャンピオンズリーグの、まあ、なんていうか、ノックアウトステージというか、まあ、決勝、準決勝に、日本人選手がもっと出てきてほしいってことですよね。やっぱ、このレベルに出てきてほしいですよね、やっぱりね。だからそれはそんなに遠い話じゃないと思うのね。うん、特に、日本の選手たちは三笘も長友も、長田英なんかもそうだけど、24歳ぐらいで大体移籍するのかな？日本からね。まあ、だからもう J ちょっリーグと、である程度活躍してからっうん。ていくとですね。だから20歳前でね、ヨーロッパに渡って、行けばね、うん、僕はチャンピオンズリーグに日本人選手がファイナルのグランドに立つことはそんなに遠い話じゃないと思うんだけど、ただ日本でだと選手は育てづらいよね。日本だったら。でも、三笘選手みたいに、まあ、大学を経由して花開いた。まあね、伊東純也選手もそうですけど、まあ、花開いたというか、まあ、育った選手もいるじゃないですか。まあ、伊も東ち純也ろん選手もなんちかろん。特に、まあ、大学の後も、あれですね、J2 とかも出るんですよね。やったわけですよね。そこが、まあ、いいのか悪いのかって話になってきますよね、やっぱりね。でも、そだの、から、回り道してると、なかなかここにはたどり着くに時間がかかりますよね、やっぱり。だから伊藤君なんかも、伊藤君と三笘君とだと、ちょっとタイプが違うかな。うん、だから伊藤君も25を過ぎていったのかな、多分。そうですね、はでももうちょっと早い時間、10代の頃からやっぱり行ってたら、あ、まあ、FIFA ルールももちろんあるんだけども、まあ、18歳からじゃないと向こう行けないんでね。で、プレミアムってすぐ行けないじゃないですか、労働ビザの問題もそうですね、ある。うん、だけど、現地にやはり、こう、滞在してね、向こうの匂いだとか、こう、感じながら生きていくっていうことがね、日本の選手たちができるといいなと僕は思うんだけども。だから、そんなに難しいことじゃないんですよ。いいボールの持ち方しましょうで、いいんだけど、そこに勝ちましょうっていうことと、いいボールの持ち方しましょうっていうのと、どっちを大事にします？何を言ってんだ、いいボールの持ち方なんか、ことなんか意味ないだろうっていう人が多すぎると、そのいいボールの持ち方してる子たちが伸びていけない。うん。なんか足が速い選手だけが、いいみたいなね。体のでかい選手だけがいいみたいな。フィジそうカじゃルでな一く生懸て、命走る選手とあかれ、そうね。そう。やはりサッカーってのは上手い選手がやり、上手くてお利口な選手がやり、うん。で、上手くてお利口で強い選手が、
やるものだろうと。で、プラス社会性がある。やっぱりヨーロッパの選手たちはもう本当インタビューもうまいし、その自分の意思もちゃんと伝えていけるし、まあ、そういうトレーニングやってますからね、基本そうい的うことに。だと思う。だから、日本の選手が、それができないわけじゃなくて、関わる指導者というか、大人たちの問題が多いだろうと。あとはメディアのも評価の問題がでかいんじゃないかまなとあまあ、思う。高校の先生にそこ求めるのは厳しいところありますよね。学校の教員だったりしますからね、やっぱりね。まあ、高校の先生がダメということもないんだけど、じゃあライセンス持ってたら、ライセンスも教員免許も僕はそんなに変わんないだろうと思うんだよね。だからもっとみんなが正しく、テーブルの上で議論をし、で、いらないものは捨てていこうっていうことをやらないとね、先生だからダメだとか、ライセンスだが持ってるから素晴らしいんだとかではなくて、まあ、リーさん、ライいセンつス持っも、て、持ってないですもんね、やっぱり。そうなんだ、これはいじめられた。だから僕とジーコだけだからライセンス持ってなくて J リーグの監督やったのは、それは自慢なのか、総監督何になっなのてるわか。けです、リーさんはね。それは川淵さんが悪いからいけないんだよ。いやいや、それは知らないですけど。まあまあまあ。まあ、チャンピオンズリーグ、まあ、この舞台で言うと、まあ、例えば10代から行ってって、久保選手とかっての一番近いところにいたはずじゃないですか。だからところがあんまりまだちょっとそこまでたどり着けそうな、匂いがしないんですけど、リーさんはどう思ってます？だから、久保選手のような選手は、日本に中3でいっぱいいると思うよ。まあ、いつもおっ10しゃっ人てはいまるすと思う。ね。10人はいると思う。ただ、その子たちが消えていっちゃうよね。残ってないですかね。残っていかないでしょうね。難しいでしょうね。それなんでですか？やっぱり、この指導者の見る目でしょう。だから、僕なんかは小さかろうが、でかかろうが、うまくない人はダメだと思ってるから、まずボールがきちっと扱えない人は無理ですよ。だから、日本だとどうしても、やっぱり勝つとかね。勝つという言葉で全部逃げていくでしょ？勝つためにやったんだ。じゃあ何をやったのと。だけど、勝つためにやるなら、ボールの持ち方から入るべきだし、もしくは、立ち方から入る、ディフェンスだと。今日は、目に見えないところでディフェンス力っていうのが僕はものすごい光ったゲームだと思ってんだけどね。レアルのディフェンス陣も相当良かったよね。今日、どうも、あまりさ、汚くないよね、サッカーが。いや、そうですよね。だからそういう。非常に、それはね、やっぱり立ち方がいいんだよ、みんな。あと足の出し方がいいから。ポジショニングに加えてってことですよね、当然ポジね。ショニングももちろんそうだけど、スピードに乗せないとか、自分の体をきちっとコントロールするわけですよね。ほんで加速したり減速したりするんだけども、アタックにおいてもディフェンスにおいても。だからこういう話をしていくとね、リーさんそれで勝てんですかっていう子がいてね。いや、勝つか負けるかは結果だから、まず学生だったらね、ちゃんと大人に褒められて、大人に褒められるとか認められないと次のステージに行けないじゃないですか。みんな見てるわけですよ。どんなプレーするのか、どんなことを発言するのか。だから、今日の両チームは、そういうことを勝ち抜いてきた人たちの集合体だということを、まずみんなが理解しないとね、急にできたわけじゃないから。世界のトップですからね、本当にね。そうそう。トップでしょ。フォーデンだって10代から出てるわけだから。まあ、そうですよね。それでグリリッシュにポジション取られて、くじけずにやり続けていくわけだから。気合入っだてかまら、したよね、今日も、ね、結構ね。なかなかノールックパスかなんかでね、いいボール出してるけど、彼なんかもボールの持ち方がいいじゃないですか。左サイドでプレーするときはライン沿いしか見えないけど、右サイドでも動くとき、ボールプレーするときは左足にも行って、こう、角度がたくさんあるようにプレーをするっていう。とても僕は見習うべき点がいっぱいあるだろうと思うんだけどもね。だリかーらさん、に、ちょっとレアルの話聞くと、モドリッチはやっぱぼちぼちトップオブザトップが厳しくなってきましたね、やっぱり。もうだから、モドリッチ、クローズ、ベンゼマはもう今年でそろそろ考えるっていうところなんじゃないかなと思うから、そのレアルはどういうこれからシーズンオフにね、選手補強するのかがものすごい楽しみだね。ですよね。これ結構でも核ですもん、チームのね。ベンゼマにしても、クロスにしてもね、モでドリッも、チにしいても。つかこういうことは起きるんで、過渡期っていうかね。
だから我々は、その、ある面、この、いろんなチームを見てきたり、いろんな代表チームも見てきたり、こう、変わっていく時の難しさなんかも見てるじゃないですか。まあそうですね。それがずっと勝ち続けてるチームってあんまりなくて。だから、まあ、レアルについては、その、モドリッチ、クロース、ベンゼマっていうのが今後、どうなっていくんだろうと思うけど、やっぱり間違いなく力落ちてるよね。誰が見ても力落ちてる。そうですね。そっちで言うと、その、まあ、リーさんが好きか嫌いかしておいて、ビニシウスなんていうのは、ちょっとまだブレイク、こんだけ上手い選手なのにブレイクしきってないというか、リーさんはビニシウスはどんな風にご覧になりました？いや、彼はだって、個でプレーする選手じゃないですか。グループ、そではなくの、ね。つまり彼も、でも、ポテンシャルっていうか、自分が行くけどパスもできるっていうこともやるときはものすごく光るんだけども、だから、つまりいつも二つの選択肢が彼にあるんだけど、でも今日は、シティのディフェンダーたちが彼にスピードに乗せなかったよね。ねえ、全然乗れなかったですね。で、そういうところの、こう、消し合いみたいなところが、僕はなかなか見事だったなと思ってんだけども。まあ、よく研究してるし、それからグループでよくディフェンスしようとする姿勢がシティにも、シティのがグループでのディフェンスはやっぱりうまいかな。まあ、とにかく、まあ、最高のゲームを見れたんで、朝4時から、ね、目こすりながら見てたけども、立ち上がりのシティの攻撃に対して、なんでこんなアップアップしてんだろう、レアルがって思うじゃないですか。ねえ、あのレアルがね、あ本当のレに。アルがもうどんどんボール動かされて、もうどんどん疲弊していくんだよね、どんどん力が。だけど、多分、ゲームプランとしては、ショートカウンターから行くよっていうのが出来上がってるだろうから、そこにちょっとずつズレが出る。モドリッチとか、ベンゼマとか。ちょっとずつずれる。これがやっぱりサッカーの難しいところだろうと思うのね。まあ、だから前世紀だったら、まあ、あんだけ攻められても一発で決めてたかもわからないですもんね、ベンゼマとかがね。だから結局、クローズが、シュート、ミドルシュートを打ってバーに当たったんだけども、ありましたね。だからマンナーの結果論で、今日もうまあ、間違いなく、投げてればね、レバタラになっちゃうんだけど、やっぱり4対0のゲームは今日は妥当だったと思うよ。今日の出来は。入ってればね。まあね、意図してはね。まあ、だだからから、時代の変わり目を感じましたよね。もうね、レアルの時代じゃないなっていうのが。僕はレアルに勝たせたかったかなっていう感じなんだけどね。まあ、功労者たちが、ドイツの功労者だ、クロアチアの功労者だ、フランスの功労者だと言われる3人がね、ここでしかもう、連覇できなかっただろうから。なんか、まあ、もったいなかったっていうか、限界なのかな。だからまあ、シティのようなチームがチャンピオンズリーグで今回勝つとなると、やはり世界のサッカーというのは少し変わってくるかもしれない。まあ、いい方向ですよね。いい方向だと思う。要するに技術重視で、去年のレアルは、なんか奇跡のような優勝の仕方だったけども、今回のシティはきちっと足元から作り上げたチームで、世界中が、その、もう一回サッカーを考えるだろうと。まずフェまあ、アにプレーすることとかね。見本になるべきチームでしたよね、今日のはね、流本当に。れるようなサッカーもできるし、隙あらばっていうサッカーもできるし、まあそういうところに、イタリアの独特なサッカーがどこまでやれんのかって楽しみだね。じゃあ、ちょっとまあ、また決勝の後、まあ、やりましょうかね。やりましょう、やりましょはい。じゃあ、今日はありがとうございました。う。ありがとうございました。